はい、今日もあなたと役所天国、本日は10月21月曜日ですか。はいはい、ということでね、先ほど大根の種まきましたけども、あったかいですけどもね、もう十分あの10月20日ですからね、黒寒冷車ね、もう外しちゃいましょう。これが最後ですね。もうさすがにやらなくて大丈夫でしょうと。あんまりやっていくとね、徒長してしまいますので、本来ならね、黒寒冷車ってね、8月9月頭ぐらいまでやってね、まあ少なくともね、千葉時代はおそらく9月の真ん中ぐらい、9月のね、遅くとも20までには外したと思うんだけどね、それからもう早1ヶ月ですよね。10月の末までね、張らなきゃいけなくなるね、そんな天気の国になるとは思いもしませんでしたが、はい苗がちっちゃくて、こっちは何だっけ、覚えてないや。これ何ですかブロッコリーとかかな。あ、違うか、カリフローレかな。カリフローレの90と、カリフローレの90と、あ、でもそれあれかね、覚えてないや。この辺は何ですか、なんかひっついてる。こっちがカリフローレかな、ちょっとわかんないですけど、まあまあね、大丈夫だと思います。雨もね、2回ぐらい降ったし、活着したと思いますんでね、あったかくね、日が当たらないと野菜というのはね、大きくなりませんから。今度はね、これからはもう11月入ったら、今度は保温に入ってきますよね。パオパオが登場いたしますね。どうしまったな、この人は。ようやくですよね、黒寒冷車の時代が終わったということでね。さあ、でもこれからね、11月入ったらトンネル栽培始まってきますね。トンネルをかけるのは12月ぐらいからですけども、まあどうですかね、暖冬だということであればね、もしかしたらパオパオ1枚でね、しのげる可能性もあるかなということでね。はいはいはい、まだ分かりませんけどもね、何がどうなのか。よっこらせ、この辺張ってないなまあいいか。先日ね、タサイを植え付けましたが、どうでしょうかね。雨ががっつり入ったんでね、まあでも今年もやっぱり例によってはね、もう一箇所の畑の方前半のね、キャベツ白菜はまあかなりやられましたよね。だからこっちがね、後半なんですけど、この辺はね、2月3月なのでね、この辺まで、この辺の野菜がやられたらもう秋冬は結構やばいわけですけど、まあ、タサイの一発目ですね。まだ、3、4トレーありますからね、十分数的には1000株ぐらいありますから。植え付けが始まるとね、あっという間にこうやっても畑がね、どんどん埋まっちゃってきますね。今週末ね、関東行ってイベントが終わって帰ってきたらね、もうあの11月ということでね、どんどん春の作付けをやっていかなくてはいけません。来年5月までですね。大丈夫そうですよね。これが最後の白菜ですね、70日。この辺がもう来年のね、2月、3月ぐらいね、3月頭になるともう遠立ってきますけど、順調であればね。暑いや。
いしょ。いや、雲一つない青空ですな。動いてると暑いよね。本当に冬来るんでしょうかって感じですよね。11月の入って本当に霜が降るっていうのがイメージできないんですけどね。どうですか、もう皆さんのところ寒いですか。北関東あたりはね、そろそろもう冷えてきてるんだと思うんですけどもね。関東だともうあれでしょ、パオパオ全盛の葉物なりなんなりね、植えてもあのガンガンパオパオを張ってらっしゃると思うんだけど、もう11月ぐらいからトンネル栽培ですか。これが鹿児島とか、鹿児島でオーガニック栽培で野菜作ってる人多分いらっしゃると思うんだけどね。一回本当時間があったらさ、鹿児島のそのオーガニック栽培っていうのはどんなもんなのかって。トンネルは使わないんですよね。鹿児島で瀬戸野菜組んでる人って本当に冗談じゃなくね、会いたいですよ。はい、どれぐらいそのやり方が違うのかっていうのはね、ものすごく興味あるところですけどもね。さすがに鹿児島の農家さん、オーガニック農家さんと会ったことないな。まあいつか会いたいよね。確かあのなんだっけ、アスパラの方も鹿児島でしたっけね。一度お会いしてみたいとは思うんですけど、まあなかなかね、そんなに行ったり来たりはできないんでね。よいしょ。この辺が最後の多分レタサイだと思うんですよね。結構やっぱり食われてますよね。今日もなんかもちょっと暑いんでね。どうですか。ね、0.7 の赤い防虫ネットのところもそこそこ食われてますよね。あの辺が多分黒キャベツだと、黒キャベツだと思いますけど。どうですかね。黒キャベツはね、生き残ってくれないとちょっと困るのでね。この辺は生き残ってますね。この辺が60日とかでしたっけね、白菜ね。
こっちがレタスかな。どうですか、生き残れよお前ら生き残ってくれ。うわ、食われてる、ほら食われてるね。こっち、この辺がケールだよね。ケール、やっぱり黒キャベツね、赤防虫ネット張ったけど全滅はしてないけどね、ちょっと食われてるよね。ケール、赤ケール、どうだろう、7割ぐらいですかね、生き残ってるのはね。3割食われたかな。この辺が黒キャベツ、黒キャベツの方が食われてないか。黒キャベツは大丈夫そうなのかな。もう一回種まいてもいいですけどね、まだ11月ぐらいであれば最後パオパオ張って2月3月ぐらいまで、もう一回11月入って一応まいておきますかね。ないと困るんでね。撮影しましたね。こんなもんしときますか。よいしょ、はいはい、以上でございます。黒管でしたね。もうこれで、日よけはもう暑さ対策はこれで終わりですね。11月入ったら、飛膜のねパオパオね、あるいは12月入ったら今度はトンネル栽培とね。まだまだ暑いですけど、これからどんどんね春作に向かって今度は保温ね、暖かくする方へね。まだ暑いというのにね、あと2ヶ月経って12月になったらね、あと1ヶ月半かね、トンネルを張らなきゃいけないっていうね、本当かいって感じですけど、はい、以上でございました。